今日は食べられる火花を作っていくよ。電子レンジで使える紙皿、キッチンペーパーを敷いて、エディブルフラワーを用意。萼や茎はカットした方が良き。お花が重ならないように並べて、キッチンペーパーとお皿で挟んで、重めの食器を乗せとくよ。まずは500ワットで1分間チン。様子を見て30秒ずつおいちんするよ。完成の目安はお花がふねふねじゃないこと、サラサラになるまで乾燥してること。このお花はおいちん2回で完成。他のお花もいい感じに押せた。バレンタインなのでチョコのデコレーションに使ってみる。お花のせる。かわいく作るの、なかなか難しい。